産業労働調査所は1924年に無産階級運動及び労働運動の発展を目的に設立された調査研究機関賛同と略称される。1919年に UI 会得派員として都営した小野坂鉄は現地での労働組合調査の傍ら A 労働党本部付属の労働調査所の業務を見聞して 帰国第一次共産党事件による検挙、習慣を経て保釈後、労働運動の発展に資する調査機関の実現に着手した。そして、石本敬一、及び友愛会の後ろ見たる日本労働総同盟からの資金援助により、日本労働総同盟、全日本交付総連合会の二つの調査部を統合し、1924年3月1日、 産業労働調査省を発足させた。無産階級の立場から専門的に調査事業に従事することを宣言した、賛同の事務所は東京麹町区内斎町に置かれ、事実上の所長たる主事には野坂自身が就任。赤松勝丸、加藤勘十らを所員とし、吉野作造ら無産運動にシンパシーを抱く、幅広い著名人を顧問に迎えた。 三郎の最初の事業は、鉱山不走連合との共同で行われた、よろけ病の調査であり、続いて、労働組合、葬儀の実情調査などが行われた。三郎の設立当初はまだ無産運動内部の政治対立がさほど深刻化しておらず、1925年、三郎内に設置された資本調査会の中では、後に、プチ帝国主義論争 日本資本主義論争で激しく対立することになる、井ノ又綱を、学生活動家出身の野呂英太郎、民間エコノミストの高橋亀吉らが協力して、分析作業にあたる光景も見られた。さらに機関紙として、産業労働時報、インターナショナル通信も創刊され、内外の労働問題、革命運動の紹介が活発に行われた。しかし無産運動の分裂は、 賛道にも大きな影響を及ぼすことになった。1925年、賛道の上部組織とも言える、総同盟から左派の評議会が分裂した後、賛道は党派を超えた運営に努め、1926年に合法的な統一無産政党として決闘された、労農党の調査部と協力関係を結んだ。しかし、同年、労農党から社民系が分裂した後、 山道は、福本イズムの影響もあって、次第に左傾化していった。所内で、共産党関係者が力を得たことで、山道本来の業務である、調査活動も、なおざりになり、九百二十七年には、帰還し、山道時報を、廃還、共産党外閣機関の様相を呈した。そして九百二十八年の三点一5事件による弾圧で、山道は打撃を受け、 一旦業務停止に至ったのである。三浪は1929年春に、ノロエタ郎を中心に組織を再建し、6月には三浪時報を復刊するなど活動を再開した。同年10月、サハ系文化団体の国際文化研究所、振興科学者が合同しプロレタリア科学研究所が設立されると、一部スタッフもこれに合流したが、参道自体は存続した。 しかし深刻な財政難度1933年5月、関係からの弾圧を受けて、地方、定管活動停止に至った。社会問題に関する調査、研究を担う機関としては1919 19年に設立された大原社会問題研究所協調会が存在していたが、産業労働調査所は社会運動家、 団体が運動の発展を目的として設立した機関としては先駆的なものであり、社会思想者導入による社会経済研究所、総動米会長、鈴木文治による内外社会問題調査書がこれに続いた。賛同では、また少なくとも初期においては左右を問わず広範な人材が集められ、共産党系勢力の台頭に伴う労働運動の分裂が起こった際にも、 党派を超えた運営が施行されたが、結局のところ左派主導の組織となった。戦前には、資金面において、労働組合の力は、極めて弱く、そのため賛同は、商業出版物への寄稿や、独自の出版活動、石本慶吉、静江夫妻ら有志者からの寄付、大原社権の支援などによる収入のほか、極めて低い給与で、献身的な活動を続けた。 専任書員や多数の無報酬ボランティアによって支えられていた。三郎総合研究所の救命賞は産業労働調査所であるが、同所は1938年の設立であって、旧三郎とは無関係である。ありがとうございます。